間が8時50分ぐらいですね。横川駅を出発して、国民宿舎まで約1時間ぐらい、距離にしても5キロぐらいになります。結構森が深くて大自然のところ、今川が流れててすごい綺麗ですね。こんなところが群馬にあるんだと思って結構感動しました。朝軽井沢雪が降ってまして、下の方大丈夫かなって思ったんですけれども、今雨が降ってまして、午後になって少しずつ天気良くなっていくっていうことなので、とりあえず登ってみて、岩が滑ったりちょっと危ないなと思ったら引き返してこようかなっていうふうに思ってます。今日は裏妙義登りたいと思います。長須の頭は多分登れないと思いますので、そこは飛ばしまして、ぐるっと周回してこようかなと思います。多分距離にして4時間ぐらいかなと思いますので、雨がちょっと濡れてますので気をつけながら。
ずっと岩場を登ってきてるんですけれども、雪が舞ってきまして、雪が舞ってきてちょっと巻き気味で歩いてます。で、落ち葉が膝ぐらいまであって、まあ、結構埋まってて足場が見えなかったりするんですけど、でも面白いですね。すごい岩場で、まあ、急な岩場の登りをずっと登ってきてる感じですね。上が見えてきたので、あともうちょっとで頂上の頭になると思います。ちょっと落ち葉で見えづらいんですけど、鎖がずっと続いてる岩場が出てきましたね。上の方まで続いてる、結構長い鎖場になると思います。ようやく上に向けそうです。雪が降っててすごい寒いんですけれども、
まあ、岩は濡れてなかったので滑らないで降りてくることができました。はい、ではまだ鎖が続いてますので、気をつけて下山したいと思います。ちょっと見えづらいかもしれないんですけれども、ここずっと鎖が続いて斜めに降りながら真下でまた岩場が来たら今度は横に移動して下に降りていくっていう感じですね。これ結構危ないかもしれないので気をつけてゆっくり降りようと思います。長洲の頭から JR 横川駅方面に向かって下ってたんですけれども、すごい難所がありました。はしごが、1、2個あって、その間に鎖とロープがあるところが、まあ、ずっと下るような感じだったんですけれども、なんかあとはもうゆるく下っていくんだろうなってちょっと気持ちがオフになりかけてたところの鎖とはしごだったので、なんか上手の頭に登るところよりも結構危なかったですね。もうここからこの上までずっとまあ急登のところで鎖とはしごがありましたね。危なかったです。こっからもこれどうやって降りていくのかちょっとわからないんですけど、あーそこか、ここまっすぐですね。なんか途中よりも全然難しいですねこれ。しました。時刻が12時30分。スタートして3時間30分ですね。帰りは横川駅からバスに乗りますので、試しにこっちから降りてみたんですけれども、こっちの方が横川駅にはかなり近くて、もうその辺に見えてるんですけれども、国民宿舎の方は、まあ、5キロぐらい、道を歩いてそれから登山道入るっていう感じなので、まあ、どっちが楽しいかっていうと国民宿舎からスタートした方がアスレチック感は全然あると思いますね。まあ、今日こっちから横川駅に降りてきたのは、まあ、横川駅から結構距離が近くて、ま
のすぐ長洲の頭行けるかなっていうことで、今度こちらから登るかどうかっていうことで試しに降りてきたんですけど、横移動が多くて、もうほんと最後のところだけ鎖が続くっていう感じで、ちょっとアスレチック感はあんまりなかったですね。なので、今度長洲の頭周回コースをするとしたら、また国民宿舎の方をぐるっと回るような、感じでスタートしたいなっていうふうに思います。個人的にはまだ相馬岳しか登ってないんですけれども、アスレチックの面白かかっていう方はやっぱり裏妙義ですかね。ずっと、岩場と鎖が続いて、ずっと平等なんですけれども、上に岩場を登っていく感じなので、相馬岳より裏妙義にもう一回行きたいなって感じですね。ご視聴ありがとうございました。